先月やったかな、ブレッテンの漁、柏市の今泉でね見てきたんですが、撮影しとるんですがね、ちょっとクレームがございまして、こちらの方がブレッテンの新漁じゃないかというようなことをねおっしゃっとるんやけど、どうでしょう。あ、新山公園があった、新山公園じゃなくて、はい、新山公園だ、これ前方公園踏んでね、全長がこれ書いてないけど、書いてるっけ、126m、赤いてありますね、126m、高さが 10m、赤いてありますね。前方公園踏んなんですけどね、どうなんでしょうかね、見た感じは全然わからないです、これ以前中に入った動画あるんだけどね、あの裏から入ったんだけどね、裏はね簡単に入れるんですよね、このちょうど裏なんですけどね。ほんでこっち出口がないんですよ、ここね。ああ、ここは公園分なのかな、これ、ということは。しかも丸じゃないもんな、これ。ちょっとわかりませんね。いやいや、これはね、豊富の方と思うけどね。126メーターぐらいだからね、小さいんだけどね。ブレッテンの診療じゃないかって言うてね、誰やったかな、連絡があったんやけど。柏市のね、今泉にね、ブレテンの量あるんやけどね、そこも前方公園みたいな形になってますけどね。いやー、これ形状わからんな、これダメですね、形状は。その下が5になってるんでね、これわからんな、まっすぐでございます、これ見た感じね。陰球が分かりません、これは確認が取れません、陰球がね確認取れないね。もう入れるんか、これ。ああ、入られんか、ここにあるね、宮内庁大塚両方参考地になってるな。いやー、これ入れそうやけど入られんか、これ。これじゃ分からんな。あの地図で見てみるか。何年か前来た時はね、あの奥の方から下からずっと回ったんだけどね、住民の方来られて、ここから上がれるよう言われてね、ここで上がったんだけど、いや、やっぱ入られんな。ここすぐ池になってますけどね、ここだったんかな、昔は。じゃあちょっと向こうから回ってみましょうか。中和幹線出て、中和幹線ね、中和幹線が通るとちょっと見えないかね。あの動画でね返事いただいた方いるんやけどね、これはちょっと分かりませんわ、ブレッテンドールじゃないかって、心情が。こんな鈴木あったっけ前、高度どの高いんだこれ、3メーターぐらいあるね、これ豊富みたいな感じだね、東川も西川もね。昨日は弟やったから店にね何にも聞きました。 YouTuber の方やってますよね。これでこの池ね、この長さがね150m、 170m あるかね、これ5だとすればね、反対側もありますからね、この北側にもね5が。これ下から測ると 10m の子はそんな騒ぎないね。ああ、やっぱりフェンス張ってありました、フェンス。どっかね、この歩いてたらね、どっからが入れますよ言うてね言ってくれたんだけどね、入れないね、これは。どっから入ったんやろね。ほら、許可もらったら入れんのか、これ。あ、これはゆるゆるやわ、入れるわ、これ。しかしね、フェンス張ってあるからね、やめとくか。これ入れますわ、ゆるゆるですもん。いけないね。この前どっから入ったんだろうね。
これちょっと崖やわ。残念。こう入るわけにいかんな。ゆるゆる入れますわ。1メートルほど空いてるからね、下がね。いや、こんなとこじゃなかったな。入ったんですけどね。そこを探してみよう。これ、うまみ古墳群の中にあるんやけどね、ここもね。どこまで入るのかな。築山古墳まで入るかな。フェース張ってないやろ、これ。フェース張ってないやけどね、これ。前はここにね、入れますよって言うてね、言うてくれたんやけどね。あ、これは歩いたんだな。だから、ここから入ったんだ、ここから。入れるようだから。ああ、入った跡があるね、これね。これはこっちも豊富みたいな感じじゃないやけどね。どうなんだろう、これ。ああ、先が見るということは、前よりもね、ちょっとね、隙間が出てきましたね。前何にも見えなかった、ここはね、東側は。これ、だいぶ隙間が出てきました。中歩いてる感じじゃないな。これはやっぱりこっちの西側がね、豊富みたいな感じやけど、どうでしょうかね。なんか地図なんか見らんとわからんけどね。ここ出られへんかね。中は、あの裏はね、全然フェンスしないんですよ。入れますよって聞いたんだけどね、昔ね。からくれも何にも分からへんし、分かりませんな、これ形がさっぱり。これさっきのあの道出るのかね。この感じの山じゃね、全然わからんね、形ね。お釘を打ってあるけどね。ここね、人が歩いた道があるんですよ、ここね。ああ、だいぶね、下の木が大きくなったからね、だいぶ中見えますわ。なんか工事あるんだね、ここね、おそらく。いや、なんか一周歩いてもね、中は何もなんでもちょっと入れなかったな。ぐるぐる一周くるっと回ったんだけどね。あ、住宅の中がね、うろうろしてるんだけど。もう20分以上歩いてね、やっと出てきました。このスマホのナビがね、どうもね、変なところが刺すもんやからね。行き止まりとかそんなばかりや。まあ出れないことないやろけどね。民間の中やからね。こちらが西側でございます。新山古墳、ブレ天皇陵のね、診療じゃないか言われたんだけどね。もともとブレ天皇陵もね、鹿島の今泉にね、ブレ天皇陵がね、東も北もね、それから南もね、西側だけがね、こうここになんかね、息を作ろうもとできなくなかったね、こうね。だんだん豪さ。はい、一周帰ってきました。大変でございました。はい、新山古墳でございました。20分かかったんちゃうかな、25分くらいかかってんのかな。
もう30分ぐらいかかってねえな、ここまで。はい、30分かかってます。非常に遠乗りでした。遠い道のりでございました。いやー、非常に遠かったね。約ね、30分かかった。今ね、紅葉が見頃でございますけどね。これ中央は完成でございます、ここは。今から、桜井行きますけどね、ここ通ってね。ここからは行かれんねんな。左回ってから行くか。仕方ないね。はい。